フードファイターのマック鈴木です。今日は、すごい楽しみにしてきたんですけれど、それと同じぐらい緊張しています。自分の、持てるすべてを、出したいと思いますので、どうぞ、最後までよろしくお願いします。それでは、行きます。冷たいのをゆっくり食べたり早く食べたりいろいろ忙しいんだこっちは。で、何ですか？まあ、今置いてある通り、はい、ハンバーグ君は味方なの敵なのどっち？ハンバーグ、はい、30個一応ご用意しております。マクドナルドのハンバーグですね。はい、こちらを今回は、まあ、また早食い系で食べていただこうと思いまして、過去に小林武さんが3分間で13個って記録を持ってですね、ただちょっともうどうしてもその全く同じハンバーガーっていうのは用意できなかったので、うん、マクドナルドのハンバーガーで今回マックスさんに挑戦していただこうと思います。で、これに関してはラスカルガイさんが全く同じことをしておりまして、13個食べられていました。水ありで、水ありです。ただダンプは違うんです。いや、これはダメとかね。はい、はい、で、ラスカルさん情報によるとハンバーガー1個あたり 108g、まあ、多少の誤差あると思うんですけど、煩悩の数ですね。そうですね、煩悩ですね。お隣になるようにちょこんとしてる、グッタマットストニーだろ。はい、これわかるよ。マットストニーさんの記録に挑戦しようかなと。で、あれだろ、俺が話し出してわけわけで楽しんでんだろ。で、一応まあこちらも6個です。いいよ、もう1個なんて。はい、わかりました。これもね、保険でこんだけ多いんですよね。はい、 OK です、 OK です、はい、やりましょうか。じゃあ水足りるかな、2個。何個置いとくか。やっぱやる以上歌詞やりたいんだね。で、こちらなんですけど、挑戦の時は全部ラスカルさん向いてやられてたんですよ。あ、マジで。はい、わかります。え、タケルさんは。タケルさんはもうあのお皿とかに来たんですよ。あ、向いてやるじゃない。はい、なので向いてからスタートでいいかなと思います。とりあえずどうしますか。13、15分ぐらいは抜きますか。でも、希望込みで10秒抜いておこうよ。じゃあ、切り抜いので15秒抜くか。はい。で、一応、マックスさんにちょっと聞きたいんですけど、どんぐらいがいけそうですか。10個。レア10個。なるほど。11個いったら込めて。はい。まあ、一応、申し分は用意したので。無理だよ。2本目でしょ、今日。OK。 それでは早速ですが、ハンバーガー3分間チャレンジいきたいと思います。はい、10カウントから、あ、5カウントから開始していきます。敵だよね。絶対いちいち気をそらしてる。そう。OK、 OK。 はい、で参ります。5 4 3 2 1、スタートです。いや、
1分経過です。30秒。残り20秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。終わりです。頑張った。記憶が13個と半分ですか。ただいまの記憶がですね、13個と4分の1ぐらい。はい。あー、超えた？超えた。記録作った。ラスカルさんの量は食べてるな。まあ、同率で上がっちゃうんですけど、これもうちょっと伸ばせそうだね。いけそうな感じがありましたね。うん、ここ、俺も2周目から食べ方終わったわ。ここがね、遅かったと思った。これは、びっくりしましたね。ほんと？え、どう？今、テンション高いちょっと。こうしてる？はい。うえぇーい。やっぱ、大変ですか？ハンバーグって。そうだね、水分が持ってかれるから、それをどういう風に盛り込むかだけど、これは多分、細かく食ってちょっとずつ飲んだ。また、ホットドッグとかも違う。あ、めちゃめちゃめちゃ、全然です。何もかも違う。一応、同率といったかですかね。はい。公式ではないですが、たけるさんの記録を抜いて、ラスカルさんと同じということで。はい。たけるさん、多分これでやったら、たぶん、マジで30個ぐらい食うと思うよ。いや、超えるかもしれない。いや、そう、多分そういうことだよ、たけるさんって、本当に。本当、そういう感じで。はい。はい。次のチャレンジに行きましょう。よいしょ。問題作が、はい、最後の種目なんですけど、ご存知、世界的に有名な YouTuber のマットストーニーさんが挑戦していたものなんですけど、新玉ねぎ 210g、 もうこちらでちょっと測らせていただきまして、こちらを彼は28秒87。水あり、はい、一応最後に確認させていただきますね。ギネスレコードかじゃない？なってます。待ってる。もともと日本人の淡路島って確か玉ねぎ有名です。あー、流行りあるね。はい、で、いたんですよ、記録持ってる方が。それに対してマットが挑戦したといった形で、あ、水ありですね。マットも水使ってます。あ、うれーってなるんだ。頑張ります。クリアできるしないけども、そんなの見ちゃったら。はい、一応まあ参考までに目標タイムはありますか？1分。いや、もうリアルそうっすよ。やってるからこそ分かるから、こういうの。ちなみに辛いのかって、いけるんですか、これ辛さって。いや、無理だよ、きつい。まあ、新玉が若干ね、嬉しいな。頑張ります。それではタグカウントから始めさせていただきます。参ります。はい。5 4 3 2 1。そうです。
351秒61です。一発いった。これ意外といけるね。そう、最初すごいあれでしたね、かなりスピーディーに。でも飲み込めない。でもこれあれじゃん、水につけてくれてたから辛みがかなりねないから、あと食感をどう処理するかなと思うんだけど、はい。でまあこれはあれだね、ちょっとチートだね。そうですね、ちょっとまあでも水につけてなくてもそこまで辛くなかったです、もともと最初、まあ、切って放置しちゃうと辛みが増しちゃうんで水つけてたんですよ。切ったばっかりに食べても白髪できない、そこまで。これあれですか、鍛えればいけます。いいですか。ちょ、最初の勢い感じた。あれ行けちゃうか、もちろん行くんじゃないかと思って。噛むだけ噛んで飲み込めないっていう。あとはですね、どうしてもそのかけら落ちちゃうとそこがロスになっちゃいますよね。そうだよ、ちょいっけ落ちちゃうと思う。で、まあ感じで、まあ、今日はやらせていただいたんですけど、まあちょっと僕的にマットストーリーの経験挑戦をちょっとシリーズ化していきたいなって気もあるので、今後もやっていければと。ただあいつカレー9キロも食ってるから。ポップコーンのあのコストコのあれとか食ったりとかしてる。あれやるの、ちょっと正直楽しいけど。侍っぽいじゃん。これいいね、やろうよ。期待してます。どうやるか分かんないですよね、どう作るか全然。何でもいいよ、まあ、やるからには記録超えて、なんとな挑戦と高すぎても。ハッシュタグのマットストーリーで上上げよう。もう勝つ、はい、何か一個ぐらいは、はい、みたいな感じで、はい、最後締めていただいてよろしいでしょうか。お、じゃあ全国のサムライティングファンの皆様、サムライティングは本日をもって解散します。そういうのいらない。いや、もう解散します。サムライティングは本日をもって解散します。そして次回の動画で復活します。わかんねえよ、急に締めてったら。だってこれぐらいのことしかできんわ、俺なんて。もう締めるというより本当にあの侍を締められる。ガラ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 。また見てね、またやるから見てね。